秋元康の嫁は、おにゃんこクラブの高井真美子である。秋元康は受験勉強中に聞いていたラジオに自身の作品を送ったところ、日本放送に来いと制作部に呼ばれ事務所に所属した。秋元康が初めて作詞を手掛けた女性アイドルグループは、おにゃんこクラブである。秋元康の毎日の睡眠時間は3時間。アイドルオーディションでは、オーディション中にずっと泣いていた子を採用したことがある。